て時刻は8時36分です。お届けしておりますベニーモムライモーニング。さてこの時間はイモーニングスポーツイモスポ、皆さんにお伝えいたしましょう。さあ今日は木曜日ということでサッカー情報この時間お届けいたします。それではですねモーニングスポーツイモスポでございますよ。また今日木曜日ということでサッカー情報です。さあそれではですね一緒にサッカー情報をお伝えしてくださるのはこの方、読谷サガン鳥栖サポーターズクラブの読谷のキング和夫さん、おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます、はい、もう毎週毎週木曜日が早く来るような感じになってきましたね、はい、早いですね、はい。まあ、イモーニングスポーツの中での、うん、毎週木曜日のサッカー情報、はい、特に J リーグ情報、はい、さらに特に特に読谷村でキャンプをしているサガン鳥栖、そしてヴィッセル神戸さん、神戸、はい、で沖縄県唯一の J リーグ、うん、FC 琉球の話題、はい。まあ、最近比重がね、うん、あのキャンプをしてたっていうこともあって、あ、そっかそっか、サガン鳥栖サガン鳥栖、うん、サガン鳥栖、まあ、サガン鳥栖あのアクセントがいろいろあるみたいなんですけど、はいはい、あのサガン鳥栖の話題がもう大体やっぱり8割ぐらい占めてしまったんですけど、あの今回ねやっぱりあのサガン鳥栖3週間、うん、そうなんですよね、はい、初めてですよね。1月15日から、はい、3週間余りですね、全23日、うん、そして、うん、23日って、まあ、普通で考えると長いんですけど、うんうん、もう終わっちゃったんですよ。そうなんですよ皆さん、本当にあっという間にね、入ったと思ったらね、はい、このラジオをね、うん、あのお聞きの皆さん、はい、何回ほどこのね、はい、陸上競技場に足を運んだんでしょうか、練習を見たんでしょうかね。うん、あの、まあ、できる限りのこのいろんな情報を提供したんですけど、はい、まあ、それがね、うん、プラスになって、うん、まあ、見に行く方が増えてくれたら、うん、よかったのかなと思ってますね。そうですね、もう本当にあっという間にですね、うん、23日間のキャンプが終わって、はい、火曜日に、うん、2月6日の火曜日にキャンプアウトしたんですね、うん、はい、まあ、あのその日午前中の練習を若干あのリカバリーっていうかあって、うん、でその後1時に、はい、残波岬ロイヤルホテルの、うん、ロビーでホテルの従業員に、見送られながら、うん、そして2018年のタイトルダッシュを誓って、うんうん、キャンプアウトしていったと、うん、非常に感動的でした。あ、そうなんだ、はい、私はあのちょっとね、うん、あの見学、まあ、見に行ってですね、はいはい、あとうちのサポーターズクラブの会長、伊波会長も、はいはい、来てたんですよ、うん、2人で見に行って。あ、すごい、まあ、選手の皆さんも、うん、まあ、勝手な思いかもしれない、ないんですけど、うん、ちょっと喜んでたような感じあ、来たねみたいな、はい、もう和夫さんたちのこのやっぱり伊波会長をはじめ、顔をもうほとんど覚えて、はい、いるんじゃないですか、選手の皆さん。無理やりね、無理やり無理やりあのちょっとあの擦り込んでるような形で、いろんな場面でもう、うん、顔見せたり声かけたり、うん、サインねだったりとかいろいろやってるんで、あ、また来たねみたいな。でもファンにとってはこれは大切ですもんね、はい、ちょっとあのはい、はい、キャンプアウトの様子、うん、あ、いいですね、これザンパロイヤルホテル、はい、従業員あのコック含めてですね、すシェフの方含めて、うん、みんなあの選手の方を、うん、そうやって、これはまああれなんですけどこういう形であ、すごいすごい、チャリオーサガン鳥栖っていう試合に他ですね、うんうん、従業員皆さん集まってですね、はい、チバリオーサガン鳥栖っていうことでやってましたね、うんうん、あー、すごい、はい、で、あと、うん、この監督の方も、はいはい、代表して挨拶して、うん、先ほど言った、ぜひ、タイトルを、うん、掴んで、うん、また読谷に戻ってきたいっていうような、うん、そういうようなお言葉もありましたので、うんうん、あの非常に期待できると思います。あ、いいですね、はい、なんか本当に、タイトルを取る、そして優勝というこの二文字を、またチャンピオンフラッグなどを ね、 そうですね、この読谷とか掲げられたらもう最高ですね。最高です ね、 ね、はい、まああのJ リーグは J3、うん、J2、うん、そして J1 ということで、うん、J1 は18チーム、うんうん、J2 で22チーム、ああ、で J3 で17チームということで非常に層が厚いんですね、うん、厚いね、まあ、その中で、うん、J1 でタイトルを取るっていうのは、うん、まあ、もう本当に見ての通り、ね、非常に戦いがね、はい、激しいっていう か、 そか文字通り日本一になるわけですから、うん、サッカーは、はい、フラッグでもカップか、カップですか、そうです、カップですね、カップですよね、あれ見てみたいですよね、はい、そうですね、はい
見てみたいです、ね、見てみたい、はい、そのために頑張ってほしいですもんね。そうですね、まあ、大きなタイトルで3つあるんですけど、うんうん、まあ、これまでも何度かお話してるんですけど、はい、以前のナビスコカッ プ, ナビスコカップ今ルヴァンカップって言ってるんですけど、はい、それとあと J リーグのリーグ戦のカップ、うんうんうん、そして、天皇杯ということで、うん、ありますね。はい、ね、ぜひちょっとやっぱり私たちも見てみたいの で、ね、頑張ってほしいな、はい、まあ、このラジオを聞いて少しでもまた興味を持っていただければありがたいなと思いますね、うんうん、そうなんですよね、はい、さあそこで、はい、加藤さん、はい、メッセージが届いてるんですよ。佐賀県からですよ。ありがとうございます。はい、ラブサガン17さんですね。はい、ひかさん、荒垣さん、おはようございます。はい、おはようございます。おはよう、はい、今日も寒いです。開幕戦までにはもうちょっと気温が上がらないとナイターは辛いですよね。そうですね、うんうんうん、確かにね。読谷村の皆さんはサガン鳥栖キャンプが終わってちょっと寂しくなっていませんか。読まれてますね。はい、荒垣さんは飲みすぎて今年は体調を壊さんやで、コアさんやったんですかということで、はい、ね、荒垣さんがサガン鳥栖キャンプを見て今年はこの選手に注目してくださいっていう選手誰ですかという、はいはい、ですね、うん、まあ、いろんな選手、はい、いるんですけど、はい、私はね今年切れてる選手っていうか、結構ね、やってくれそうな選手は、はい、ベテラン水野選手。水野選手、はい、どうしてこの水野選手に注目を。いや、まずね、やっぱり、キャンプイン当初から、もう海老蔵カットって言われるぐらい髪をね丸めて、まあ、気合いの入り方が全然違って、はい、そして、テストマッチ、うん、FC 琉球とベガルタ仙台ってあったんですけど、やっぱりキレでしたよ、動きが。そうなんだ。結構ね、縦横無尽に走り回ってて、はい、まあね、多分一番上か2番目ぐらいに、うんうん、年齢ももう32ぐらいだと思うんですが、あ、もうそれぐらいになるんですね、はい、だけど動きがね、うん、まあ、サガンとして一番よく走る選手が高橋芳樹選手っていうのをずっと言ってるんですけども、うんうん、毎試合12キロぐらい走るって言うんですけど、うんうん、まあ、水野選手、うん、本当に縦横無尽にいろんなところに顔を出して。あ、そうなんですね、はい、今年はちょっと気合が入ってるかなと。あ、すごい、この気持ちの入れようがちょっと違ってたんですね。そうですね、キャンプの時からも、はい、あ、ということはもう水野選手注目です。あ、すごいと私は思います。へ、はい、ラブサガン17さん、はい、ぜひ水野選手、そしてラジオ機の皆様もチェックしてた方がいいかもしれませんね。水野幸喜、覚えてて損はないです、はい、番号何番なんですか。50番。50番エビゾー、エビゾーカットエビゾーカットこれ言っていいのか、まあ、本人も言ってるはずなんで、うんうん、エビゾー。そうしたら皆さん多分探しやすいかもしれない、ね、はい、逆にね、はい、さあぜひ皆さんですね、注目する選手、はい、水野選手です。ぜひ皆さんです、ね、ご覧になってみていただきたいなと思います、はい、さあそれでは引き続きですね、和雄さん、はい、学校カーラバンの中でもサッカー情報をお届けしたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いいたします、はい、お願いします。さあ児童生徒の皆さんもですね、サッカー情報この後たっぷりお届けいたしますので、はい、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
て時刻は7時48分でございます。お届けしておりますベニーモムライモーニング。さてこの時間は学校カーラバンでございます。カテナ町読谷村にあります小学校中学校高校児童生徒の皆さんの情報ということで、今日は木曜日、はい、イモスポからですね、引き続き今日もサッカー情報をお届けいたしますよ。引き続きですねサッカー情報をお届けしてくださるのは読谷のキング和夫さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、さあ子どもたちにもまたね、いろんなこの、情報をお伝えしてしましてね、またプロのサッカー選手皆さんが、はい、あこうなんだなということをね、また注目選手などもご紹介していきながら ね、はい、やっていきたいと思いますけども、さあ先ほどからちょっとサガン鳥栖の話題に、ね、入っておりますけども、そうです ね、もうキャンプアウトをしてるんですけども、あの注目選手、うんうんうん、先ほど、はい、水野幸喜選手っていうお話をしたんですが、うんうん、実は、実はキャンプアウトの前の日、読谷村の、方と、はい、サガン鳥栖の方の交流会があったんですね、ザンパゴルフクラブの2階 で、はい、で今ちょっと写真見てもらってるんですけど、はい、ちょっとあのこれ後ろ姿で分かりづらいんですけど、はい、この方が、水野幸喜選手、はい、エビゾーカット、はい、マイクを持って皆さんにインタビューして回ってるんですよ。水野選手がインタビューしてるんですか。はい、で選手にね、でいろいろあのテレビカメラも回ってて、おうおう、でそうすると我々サポーターズクラブのところにも来て、私と、もう一人の副会長浜川会長、副会長のところに来て、いろいろインタビューするわけですよで今年の注目選手は誰ですかって、あの我々はもう間違いなく誰って答えたんですか、あのインタビューしてる水野選手もう水野選手キレキレでねとかっていう話をして、でそれを裏付けるのが、はい、私があのベガルタ仙台戦で水野選手左足でミドルシュートをゴール右隅に決めたって選手をお話したんですけど、はい、そういう話を本人にしたら非常に喜んでましてですね、私こういう目の前で見たから、そしてビデオも撮ってたんで、もう印象残ってるんですよ、はいはい、その話をやっぱり選手に言うと、あやっぱりあの選手としてもちょっと分かんないですけど嬉しいんでしょうね、嬉しそうでした、嬉しそうでした、はい、まあ、これがあの水野選手のちょっと後ろ姿、ちょっとね髪短くカットして気合入ってます。そしてこれはまあうちのサッカー協会の会長比嘉会長の歓迎の挨拶、そして雰囲気はこんな感じですね。あ、いいですね、はい、選手とサポーター、そして読谷村の観光協会商工会の皆様方が一緒になってまあ談笑してるっていうような感じですね。で、あと民謡ショーがあったり、そして、これです、これ伝説の読みとす来た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 、はい、読みとす非公認キャラクターの読みとすそして、田川選手ですね、はいはいはい、アンダー23の日本代表に選ばれている、はい、今若干19歳なんですけど、非常に、将来もう本当に日本代表になるんじゃないかなぐらいの、そうですよね、田川選手、はい、で田川選手は我々サポーターズクラブが選んだ、特別賞ということで、読みとすから、はい、この特製の T シャツとベニーモタルトベニーモチップスの贈呈がありました。そうなんだ、もう T シャツも作ったんですね、はい、そして MVP がこの方、はい、昨年 J リーグで一番走った男、はい、毎試合12キロぐらい走った、うん、高橋芳樹選手です。高橋芳樹選手優しいし、またイケメンですね、やっぱりかっこいいですね、かっこいいですよ、ね、この方です。あ、はい、もうね、この笑顔がいいね、優しさがね出てますねで MVP っていうボトルを我々渡してるんですよ。すごい、はい、ザンパのプレミアムの一升瓶に、ちょっと見づらいんですけど日本一、走る男、高橋芳樹っていうことで撮って、で本人喜んでました。多分喜びますよね、はい、こんなのでその前 に、読みとすを倒して本当の日本一になれるかっていういつものアトラクションがあってまあ見事高橋芳樹選手が勝ったんですけどはいはい、はい、というようなアトラクションもありました。面白い、はい、選手の皆さんとか結構やっぱりこういうなんていうのかな交流会でね、はいはい、なんかオフな気持ちいいですね。そうですね、もう毎年のことで逆にこういうのがないとちょっと寂しいのかなと思って、うん、で今回初めて参加した、あのゴールキーパーの元日本代表、権田選手、権田選手、はい、権田選手、どんな感じでした？びっくりしてました、びっくりしてました他ではやっぱりこういうのがないということでそうなんだ、まあ、その辺は竹原社長が、はいはいはい、読谷こんな感じでやってますからということで、権田選手にちゃんと一言言ってましたお話してたんだ。あ、すごい。またね、ありがたいことに、はいはい、竹原社長の方から、はい、読谷の方で、うんうん、このイモーニングスポーツも、はいはい、サガン鳥栖の話題をやってるっていうことを、はい、話してました。言ってくれたんですか？びっくりしました。嬉しい。あ、ちょっと
噂に入ってるんだなと思ってですね、がぜんやる気が出ましたね。本当ですよね、はい、よかったね、和夫さん、私たちやってて、はいはい、そうです、はい、またね、そういった情報もね、どんどんお伝えしたいなと思いますけども、はいはい、まあ、キャンプが終わって、うん、そればっかりにも浸っていられないので、うん、実はですね、うん、なでしこリーグの、はい、アイナック神戸が、うんうんうん、ここ読谷村で、はい、ドリームマッチをやるんです。そうなんですよね。そうなんですよ。ぜひ子どもの皆さん方、はい、またね、保護者の方と一緒にぜひ来ていただきたいなと思います。アイナック神戸レオネッサ、うんまあ、有名選手結構いたりするんですけど、います、はい、まあ、日本代表もいたり、うんうん、でそこと、うん、韓国の、はい、なんて読むんでしたっけ、これはですね、スオンですね、スオン WFC と、はいはい、そうですね、はい、そことのゲームが、2月18日日曜日、お昼12時にキックオフです。はい、11時会場ですので、うん、ぜひ、ご来場いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ただいまですね、前売り券 FM ビタン、はい、そして観光協会の方で販売しているんですけども、ね、はい、こちらですね、通常1500円なんですけども、はい、なんと1500円で買うんですけれども、なんと当日ですね、会場で使えるお食事券がプラス500円ついて、こちら前売り券でここ読谷村のですね、 FM 読谷、そして観光協会の方で販売中という。お得ですね。お得ですよ。1500円で500円の食事券がついてる、うん、ついてるんです。あ、これはもう、はい、はい、これはもうここでしか買えませんの で、ね、はい、ぜひぜひ、もう枚数にも限りございますので、お早めによろしくお願いいたします。ぜひね、やっぱり男子だけではなくて、女子の、ね、サッカーも ね、 そうですね、結構もうすごいんですよ、うまいんですね、はい、そういったのもまた、はい、お話が聞けると思いますので、また引き続き和夫さん、また来週もよろしくお願いいたします、はいはい、よろしくお願いします。